眼科の平松です。今日はいただいた質問で、強度禁止と乱視があって、ICL とレーシックどっちとも受けてるって方法があるんだけど、まあ、それどう思いますかってご質問いただいたんでお答えしようと思います。え強度禁止プラス乱視です。ICL。ICL っていうのは、えっと、人工のレンズを目の中に入れる手術ね。これは、えっと、すごく強い禁止でも補正できるんですよ。レーシックはできない。うん、で、ICL を検討して、禁止で ICL を で、乱視をレーシックで直すって方法があります。ダブルで受けるのはどう思われますかって。ICL ではレンズのズレで乱視を残りすることがあり、レーシックで乱視を直すことがおすすめと言われましたってことですけども、うーん、残ったらレーシック考えればいいんじゃないのっていうのが僕の個人的な考えなんですよね。なんでかっていうと、まあ、ICL でも乱視はある程度補正できて、補正できないほどの乱視なのかもしれないけど、まあ、ある程度できる。 ってことがあり得るわけですよね。なんでかっていうと、基本って、医学の基本というのは、最小限の治療で最大限の効果を求めるっていうのは基本中の基本なわけなので、まあ、ICL1 本で治っちゃえば一番いいじゃないですか。ただ、主治医がそう言ってんだったら、何かの理由があるかもしれない、特殊な理由があるかもしれないので、ちょっとそこは確認した方がいいかなと思います。まあ、基本はね、最小限の手術なんです。ただ、まあ、二つに分けるのになんか深い意味が あるぐらいの特殊な目ってことはあり得ると思うんで、まあ、ちょっとそこを確認いただければと思います。まあ、こんな感じで、まあ、疑問、質問ございましたら、いろいろコメント欄に書いてくださればと思います。また、まあ、月に1回、ね、えー、本チャンネルの方ですけど、まあ、みんなが集まって病気について語り合うような場もありますんで、まあ、それも見ていただければと思います。よろしくお願いします。